で、山芋ママみずみずしいね。ジアの好きなの。本当だ。マキアンじゃ。なにこれ。あ、売ってるわけじゃないのこれ。推しなんでね。ほら、ここピリ辛イワシを推してます。名物ピリ辛イワシ。で、水揚げされたのは銚子さんっていうね、自分らの地元の隣。まあ地元といってもね。でね、ごぼうイワシとかね、明太イワシとかね。うちのマリネ系もある。ちっちゃいの試しに買ってみる。買ってみますか。うまいみたいな。千葉と言ったら三大ラーメンがありますよね。それの一つの竹岡と勝浦タンタン。カツラタンタメは江沢が有名だよね。発祥のカツラタンタメ発祥。またそう。あれ買いだね。買い。どうした？じゃあマコ紹介して。うん。これがあのマックスコーヒー。あの我らの関東の千葉にしか来ない。練乳入ってます。めちゃくちゃマックスに甘いです。それはマックスコーヒー。なんとそのマックスコーヒーのシュークリームがあるらしいんですね。ここでは見てみましょう。ファミカ始めました。かわいい。おいしいよ。イワシ団子持ってる。クジラのタレ？生パスタ。わ、すごい。見て。わ、すごい。ほら。マンテッポ式。粉と塩。すごくない？これであなたもイタリアンシェイクになれますよ。面白いね。700円。700円か。
急と高いんだ。ジャス特急ウスターソースだって。ヤマヤの。へえ。うまいんかな。これは何？リンゴ酢の入ってるマヨネーズですね。すごいね。なんていうの？私北一醸造。北一マヨネーズさん。あなたもどうぞ。イワシ餃子もあるよ。ねえ。嘘でしょ。何これ。サンガ餃子、アジ。こちらイワシの餃子になります。これは食べたことないな。うん。タケノコキムチだって。変なの。変なの言うの、美味しそうって。あ、美味しそうだね。あ、これ。海鮮べい知ってる？みんな。千葉の名物。海鮮べい甘くてうめんだ。子供の頃思い出すわ。すごいよ、ここ。うわ、おっしゃん。素敵。何これ。宝石箱じゃない？これは子供が喜ぶね。わさび名探偵きなこほら笑わせんねマジで。えほら、落花生ね。やっぱ落花生がほら、帽子かぶっちゃってるから。え？落花生の、マフラーまで。落花生祭りだ。このさ、うまいよ、これ。うまいよね。これうまいよね。うん、これ。そうなんだ。豆しぼんでね。いや、マックスコーヒー。マックスコーヒー、マックスコーヒーセットめちゃくちゃ甘いからね。やば、マックスコーヒーのプリンがある。ここでしか食えないよこれ多分。あ、お初です。マックスコーヒーピーナッツすごいんですけど買う？ケイスケもう作ってないっつうからね。おい、ないぞここに。いくらの美味しかったよね、ケイスケのな、キクラン。すごいいいじゃんこれ。ねえ。あそこにアイスって。マックスコーヒーアイス。え、これそうでしょ？じゃあこれじゃねえって、生の。あっち見に行ったわ。横になってるこれ。かわいいね。ほら、インスタ映えな。なんか見てみる？
コーヒーシュークリームより。ねねさんと来たいね。ねねがいいでしょうね。うん。